こんにちは、大久保です。今回はニキビと洗顔の関係についてお話をしていきます。はい、じゃあまずニキビのできるメカニズムからおさらいしていきましょう。健康な皮膚というのはこんな感じになってます。毛穴がこういう風にあって、ここから毛が生えているみたいな感じですね。ここの中に皮脂腺と呼ばれるものがあって、その皮脂腺からは皮脂だとか油だとかっていうのがどんどん分泌されます。通常であれば皮脂腺から分泌される皮脂だとか油っていうのはこの毛穴からね、スッと抜け出していくというか排出されるわけなんですけれども、ここがですね、何らかの原因で詰まってしまうことで、中にね、皮脂だとか、分泌物がどんどん溜まってくるんですよ。そしてこの毛穴の中というのは無菌ではありませんので、たくさんの細菌というものが存在します。で、その中の細菌の一つがニキビの原因とも言われるアクネ菌なんですね。で、このアクネ菌が毛穴の詰まりの中でどんどん繁殖していきます。それなぜかっていうと、皮脂だとか油分っていうものを餌にしてアクネ菌が増えていくんですよね。で、そうなるといよいよ赤ニキビ、アクネ菌が炎症を起こして活性化してしまってですね、こう炎症を起こす物質みたいなのをどんどん出すんですよね。で、パンパンに腫れ上がってきて赤ニキビになって、膿を持ったような黄色ニキビになってしまう可能性があると。実際のニキビの写真としてはですね、こんな感じで赤ニキビができたりとか、で、それ以前の段階では毛穴が詰まった状態ですね、黒ニキビだとか白ニキビって呼ばれるような状態、このような、様々なタイプのニキビがあるよっていうのが、ニキビの基本ということになります。そもそも論のとこに戻ってみると、この毛穴の詰まりさえなければ、皮脂腺から油が分泌されても毛穴の外に排出されるんですよ。で、アクネ菌っていうのは健康な皮膚、これ健康な皮膚なんですが、健康な皮膚、どの人の皮膚にも存在してるんですよ。ニキビがある人にだけアクネ菌が存在しているわけではなくて、誰しもがアクネ菌って持ってます。だからこそ僕たちがやらなければいけないのは、まずこのニキビの始まりである毛穴の詰まり、これを取り除くというアプローチが重要なんだということになります。じゃあもう一つ進んで考えていきましょう。なぜ毛穴が詰まるんでしょうか。ね、毛穴が詰まる原因っていうのはいろんなことが考えられます。その中の一つとしてですね、この皮脂の分泌が盛んになるといったものが挙げられます。性ホルモンだとか、ホルモンバランスですよね、の影響だとかによって、皮脂の分泌が盛んになってくると、通常であれば皮脂が毛穴からスポスポっていうか抜けていけるんだけれども、それがどんどんこう皮脂の量が多いとですね、渋滞みたいになってくるんですよね。渋滞になると詰まっちゃう、溜まっちゃうっていうことになりますよね。健康な皮膚だとかストレスがない状態であれば、渋滞がね、徐々に改善されていくんですよ。自然と解消されます。ただそこに何らかのトラブルがあって、渋滞の原因となっているような事故を起こした車がそのまま放置されているだとか、その何ですか、ジャンクションの ETC の機械が壊れているとか、そういった根本的な原因がある場合って渋滞って解消されないじゃないですか。その一つが肌の細胞のターンオーバーなんですよね。そのターンオーバーの機能が弱っていると、通常であれば解消されるはずの毛穴の詰まり、渋滞の状態が解消されなくなってしまうので、このターンオーバーに乱れがあるというのもまた一つ原因となります。はい、ここで登場するのが洗顔ですよね。皮脂の分泌が過剰になってくる、毛穴が詰まっちゃうんだったら洗顔をしてきれいに肌を洗ってあげましょうよっていうことで、洗顔はとっても重要になります。しかしここに大きな落とし穴があるということで、ここからは洗顔について詳しくお話ししていきたいと思います。はい、こちらがですね、ニキビのガイドラインをお示ししております。ここ、座礁に洗顔は有効かという質問がありまして、座礁っていうのはつまりニキビですね。答えはこちらですね、座礁患者に1日2回の洗顔を推奨するというふうに書かれているんですよ。1日4回でもなく、1日3回でもなく、1日1回でもなく、1日2回の洗顔が推奨されている、ガイドラインで推奨されているということなんですよね。もちろん人それぞれ皮脂の分泌量だとか肌質っていうのは違いますので、1日3回が合う人がいれば1日1回でいい人もいるかもしれません。とはいえガイドラインを見てみると1日2回が推奨されているので、答えとしては1日2回がおすすめできますということですね。ただしですね、ここもっとガイドラインを突き詰めていくと、こんなことが書かれているんですよ。洗顔の有効性について比較試験を行うことは困難ですというふうに書かれているんですよ。そもそも洗顔の有効性をですね、臨床研究で調べるっていうことは難しいと。で、現時点で明確な結論は出せないというふうに書かれています。で、ここがもう一つ重要なポイントです。オイルクレンジングに関してです。皮脂分泌が過剰の方だとか、ニキビができている方とかだと、オイリー肌の方も含めてですね、オイルクレンジングってダメなんじゃないのって思われている方、とっても多いんですよ。
中には油分を足してしまうんだからオイルクレンジングなんて絶対ダメですよみたいに書かれているサイトもあります。ただですね、ガイドラインを紐解いていくと、オイルクレンジングで雑草の個数は改善して、クレンジング使用による悪化はなかったとする報告が日本から出ていますというふうに書かれています。オイルクレンジングを悪化因子とする根拠はありません。むしろ安全に使用できるメイク落としの一つの候補となる可能性すらありますよということで、メイクをしているだとか日焼け止めを塗っている毎日のこう皮脂分泌によって顔がこうベタつきやすくなっているという方がオイルクレンジングをしていくことで、むしろ肌質を改善できる可能性すらあるということなんですよ。一方、スクラブの有効性は確立されていないということで、特にこうメンズ用ですよね、若い男の子用のニキビの洗顔で調べてみると、もう大体のものスクラブ入ってません。スクラブ洗顔ですっきり落とすみたいな、メンズ肌、ニキビ肌、オイリー肌にはスクラブが効くみたいなこと書いてあったりするんですけれども、そこはですねエビデンスがないんですよ。スクラブの有効性は確立されていなくて、むしろオイルクレンジングで、ニキビの個数が改善したという報告すらあるよっていうことで、ここがね、大きなポイントになるんじゃないかなというふうに僕は個人的に考えています。はい、じゃあ実際にどういうふうに洗顔すればいいのかっていうことなんですけれども、洗顔をするときにはですね、優しく洗うっていうのがポイントになります。洗顔料を手に取って泡立てます、泡立てネットを使っても良いでしょうということで、まあ、よくねこうラッシュとかでやってるような、あのイオンとかであるじゃないですか、こうモコモコに泡を立てていただいて、でそれをですね、まあ、優しく顔にこうなんていうのつけていくみたいな、ゴシゴシ洗って皮脂を落とすんじゃなくて、その泡を顔につけていくことで、その泡がね皮脂を吸収していくというか、汚れを取っていくようなイメージなんですよね。で洗顔料を残さないようにしっかりとすすぐと、まあ、ここもポイントですよね。しっかりとすすげって言われるとニキビがある人ってやっぱ気になるので、めちゃくちゃしっかりすすぐんですよ。まあまあそこまでやらなくてもいいかなっていうのが、まあ、個人的な見解ですね。でタオルで拭く時も、まあ、ゴシゴシ拭くんじゃなくて優しく柔らかいタオルで拭きましょうよっていうことになります。でこれですね、製薬メーカーから出されているニキビのパンフレットによりますと、1日3回以上の洗顔は逆効果になるため1日に2回を基本としましょうということで、まあ、こういう風にですね、こう洗顔フォームだとか、あのオイルクレンジングだとかを使って洗っていくのは1日2回朝晩が基本になるのかなという風に思います。で最後にもう一つポイントです。洗顔をゴシゴシやっちゃうっていう方の中には、ニキビ跡だとかニキビの赤み、こう黒ずみみたいなところを早く取りたいって思ってる方も非常に多いです。まあ、そういった場合に洗顔を何回もやっちゃうとか、ちょっと気になってゴシゴシやっちゃうっていうの分かるんですけれども、それ逆効果です。皮膚にダメージを与えたりとか、刺激を与えれば与えるほどメラニン色素っていうものはこうできやすくなりますので、むしろこうね色素沈着が残りやすくなってしまいます。だからこそ色素沈着だとかニキビ跡が気になるっていう方は、もうできる限り早く皮膚科もしくは美容皮膚科、美容クリニックに行っていただいて、こちらですねダーマペン4やっていただくのがいいかと思います。もちろん肌質だとか現在のニキビの状態によって、ダーマペンじゃなくてケミカルピーリングだとかフォトフェイシャルだとかいろんな方法あるんですけれども、レーザー治療も含めてですね、そういった治療方法を検討されていくっていうのがいいのかなというふうに思います。一番やっちゃいけないのが、自分でピーリング剤を買ってやるとか、ダーマローラーみたいなもの、市販のものを買って自分でゴリゴリやるみたいな、それだけはね本当にやめた方がいいです。僕も何回もね自分でピーリング剤試したこともあるんですけれども、ボロボロになっちゃって、どんどんねやればやるほど広くなったっていうか、取り返しつかないような感じになっちゃう可能性もありますので、後悔しないためにもですね、まずは皮膚科とかに行ってもらって、受診して診断を受けて、この肌の状態であれば何をやるのが一番適切なのかっていうのをジャッジしてもらって、で必要に応じてダーマペンだとかケミカルピーリングだとか、この辺自費診療になるので、やるやらないっていうのはもちろんね個人の自由になってくるんですけれども、自分で何とかしようってするんじゃなくて、先にまず専門家に相談するっていうのがいいかなと思います。はい、ということで今回はですね、ニキビと洗顔のお話をさせていただきました。まとめますと、洗顔っていうのは優しくやっていただく、そして1日2回までにしていただく、もちろんですねオイリー肌で気になるよっていう方は3回やるね、これ絶対ダメだって言ってるわけではないんですけれども、3回やるときには1回は水だけにしようとかね、あんまりこうゴシゴシ洗顔フォームを使ったりするのはやめようとか、あとはスクラブ入りの洗顔使ってる方であれば、まあ、スクラブは1日1回にしようとか、何かそのあたり自分にとって、自分の肌にとってバランスのいい方法っていうものを見つけていただけたらなと思います。分かっていることは、ゴシゴシやったから、洗顔回数を増やしたからニキビがどんどん良くなるっていうものではないということですね。最適な回数、最適な方法、一番いい洗顔料、スキンケアっていうのが、お一人お一人にあるはずですので、それをいかにして見つけていくかということがポイントになると思います。ということで今回はここまで。
ではまた。